の昨日の認知してほしい人が絶対にやってはいけないことパート4になってくるかもしれんじゃけど、あのね、言わん方がいいと思う。愛して愛して、ただ伝えたいだけなんだなんだ。イエーイ、おーし、ラベです。ラベさんちへようこそ。さて、今日もやっていきましょう。今日はですね、昨日とちょっとあの内容が被ると言いますか、昨日ね、認知してほしい人が絶対にやってはいけない3つのことをちょっと紹介したんですけど、撮影して編集しようときに、あれって思ったことがあったと。それがね、俺が覚えとう人って、なんか、あんまりその認知してください、私のこと知ってください、覚えてくださいっていう人がそもそも少ないんじゃないかいなと思って、ほぼほぼいない説っていうのがあってね。もちろんもう認知してください、覚えてくださいってなんかね、たくさん言ってくださった方がいて、まあなんとか覚えた人とかもいらっしゃいますけど、なんか結構ねスッて覚えた人って、なんかそういうことじゃなくて、ただただライブに来たんです、歌を聴きに来たんですっていう人の方が覚えとったりするんじゃないかいなと思って、でそのことをちょっとね伝えていこうかなと思います今日は。でもこれね、大前提として、本当に大前提として、別になんか覚えてほしいっていう感情がなかったら別に何でもいいと思うじゃん。昨日言っとったアイコンなんてマジで何でもいいと思う。だって別にね、覚えてほしいと思っとってそれにしとうわけじゃないけん ね自分の顔にしとう人が、もうみんながみんななんか自分のことを覚えてほしいと思ってるわけではないしね、絶対にね。でもう別になんか認知とかされなくていいし、俺私は好きなように生きてるだけ、好きなようにアイコンを変えてるだけっていう人は、別に好きなアーティスト乗っけたり、好きなアニメ乗っけたりとかね、好きな YouTuber さん乗っけたり、好きな芸能人さんねえ、これ乗っけたりしても全然何にも問題ないやんか。あくまでも、これは本当にあくまでも覚えてほしいって思う人。それでね、結構俺本当にね、もう覚えとう人、本当に覚えとうじゃん。どこで会ったかも覚えとうし、なんか、あ、この人って日本橋スタイルっていう前ライブした時に会った人やなとか、あ、この人はなんかワンマンライブの時にこういうことし、こういうこと話した人やったなとかさ、あと、この人はなんか街中で見つけて、あの時あんな話したねっていう人がいたりとかね、YouTube スペースで初めて会ったねとか、なんかレッドカーペットを歩いた時に会ったねとか、あとビレッジヴァンガードでイベントした時に会ったねとかっていう、なんか最初のイメージ、なんとなく俺本当になんかこうできる限りみんなとさ、なんか会って話す時は、なんか話盛り上げたいやん。やけん結構覚えるようにはしとうつもりやけんあれっちゃけど、そこでね、そこでね、私のこと覚えてますかっていう人がおるんよ。でそれはね、あの昨日の認知してほしい人が絶対にやってはいけないことパート4になってくるかもしれんちゃけど、あのね、言わん方がいいと思う。覚えてくださいって言ったらもうその情報しかないけん、昨日と一緒っちゃけどね、今日は何々県から来ました、そんな遠くから来てくれたと、はいそうなんです、でめっちゃありがとうみたいな話になって、そっから話がつなげていくったよ俺は。何の仕事しようととかさ、どこで俺のことして、いつぐらいから見てくれとうとみたいな話をできるっちゃけど、最初から覚えてくださいとか認知してくださいとか覚えてますかっつったら、もうだからそのアップグレードされんちゃん、話のアップグレードが。わかるこれ。ライブとかに来てくれて、初めて会った時に、私のことわかりますかって、ちょっとわからんなって、ツイッターで、何々っていう名前で、何々っていうこんなアイコンしてます。あ、なんとなく見たことあるよとか、ちょっとごめんわからんかもしれんとかって、どっちかになると思うけど、で、まあ、そこで話が一体終わりやんか。で、2回目に会った時に、私のこと覚えてますかってなったらね、その、またその振り出しに戻ってしまうよ。で、そこで、あ、覚えとうよ。あの時、会った時、会った人だよね。つって。で、わーい、嬉しい。で、3回目会っても、私のことってなってくると、もう、ちょっと、もう、覚えとうっていいよやん、みたいな感じになってしまうし、そっから話がアップグレードされんじゃん。あの時会った人だよねって、こっちは覚えようとしとうけんさ。別にそこまでね、なんかもう言わんでいいとって。あなたが言わなくても、こっちサイドは覚えようとしてますから。だって、それを話しちゃうと、もう話がそっから次に行かないから。OK? で、それを言わなかったらね、話がこう、あの時あったかもしんないねっていう話があるかないかは分かんないよ。分からんけど、と違う話をして、その人の情報がどん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 追加されていくやんか。やけん、アップグレードしていくのって、その人の、人物像が。そうやけん、俺の中で覚えとう人、今の中で頭の中に浮かんでくるラバーみたいな人たちが結構何人か、うわーっていっぱいおるちけど、まあ別にラバーじゃない人もおるちけどね。この人はこういう人とか。別にラバーやけん覚えとうわけじゃないけん。なんか、あ、この子は誰々のファンやねとかいうのも覚えとった。でもそれはさ、もう、どう？
あ、今のすごいこと言わんかった？要はその人は認知してくださいって言っとるわけじゃないけんね、絶対。私のこと覚えといてくださいって言ってるわけじゃないけんね。まあ、かといって、なんかあれはちょっと失礼だよとは思うけどね。あ、私、誰々くん、誰々ちゃんが大好きなんです。好きって言っといてくださいは、それはやめとこ。それ失礼に値するか。もしかしたら俺以外の人にも言ってる可能性あるから。俺はまだいいよ。大人だから。おじさんだからね。あ、わかったわかったって言えるけど、人によってはなんやこいつって思う可能性もなきにしもあらず、結構失礼なこと言っちゃってるよっていう感じだから、もしその節がある人、それもやめよう、それはやめとこうね、それはやめとこう、オッケーけど、そういうこと言わずにね、そういうこと言わずに、誰々のイベントとかに行った時に、あ、宝部さんぐらいの感じで喋った人も何人か頭の中に浮かんどって、でもそういう人たちってやっぱりね、認知してくださいとか私のこと覚えててくださいって言ってる人ってほとんどいないんじゃないかなっていうところが結構多かったりとかするけん、まあそっちの方が覚えやすいよねと思っちゃう。そう。で、今喋ったのは、昨日その動画をアップするときに、ちょっとこうやって編集しながら、あ、そうかもしれんなって思ってしまった事柄をバッて喋ったったい。けど、そのアップロードしてから、いっぱいコメントをもらったと、で、そのコメントの中にね、いや、ほんとその通りとか、いや、これは言っとこうかなって思ったことがあったけん、それをちょっと今から紹介していこうかなと思います。ここまで認知されたい人向けの動画初めて見ました。いや、そうやろ。いや、正直俺も。いや、理由があるっちゃん。ちょっと言いたかったっていうか伝えたかったことがあるじゃん。それがちょっと次のコメントです。高村さんどうしたんだろう？なんか嫌な思い出もしてるのかな？いや、違うんですよ。嫌な思いをしてるっていうことじゃなくて、よく見かけるんですよ。本当によく見かける。いや、だから、なんて言うんだろうな。この動画を見てくれてる中で、そう思ってる、なんか認知してほしいって思ってる人って、本当に少ないんじゃないかなって思っとったい。結構ツイッターの人とかが結構多いかなと思っとって、その YouTube のコメントをして、認知してくださいっていう人よりかは、まあツイッターでリプする人とかの方が多いかなと思っとって、他のイベント、この YouTube だけじゃなくてね、なんかライブとかに行った時にも、そういう人たちを見かけたりするっちゃ、もちろん俺じゃなくても、なんか他の YouTuber さんだったりとかっていうのに言ってるのを見かけたりとか、ツイッターでもタイムラインとか見よったらさ、なんかそういうことを発言してる方とかも結構おるったい。で、それを見るたびにね、いや、やめた方がいいよって思うと、まあ、こっち側、クリエイター側っていうか、YouTuber 側というか、こういうなんか、前にっていうか、こうやって動画で何かを発信している側の人間の意見をちょっと伝えとかないと、なんか、その時間ってすごい無駄だよってなってしまうのよ。なんか、違うよってなってしまうから、ちょっと伝えとこうかなと思いました。次！ライブ行けない地方組は、インスタライブ、ツイキャスとかに通ってコメントたくさんして読んでもらうのが一番覚えてもらえるのが早い気がします。その通り！たくさんコメントをしてくれてる人とかは、やっぱり、なんかライブとかで会ってからね、その時初めましてだったとしても、なんか、私何々っていう名前ですと、こういうアイコンですって言った時に、あー、君があの子ねってなりがち。まあもちろんね、ライブには来てほしいよ。来てほしいっていうのは、まあ正直あるけど、けど別に来ないといけないっていうわけではないし、動画を見てくれとうだけで俺はもう十分、それだけで本当にありがたい、本当に幸せです。だってもうみんなが見てくれるけん今こうやってやれとうけんね。だけどもうそれだけで十分じゃん。ツイキャスとかたくさんコメントしてくれる人とかなんか覚えちゃうよね。私のアイコン顔じゃないけどカラフルだ。あ、来た。これいい例ですよ。これはいい例です。昨日めっちゃアイコンのことめっちゃ言いましたけど、ぶっちゃけ自分の顔じゃなくてもたくさんコメントしてくれたら覚えるけん。正直。自分の顔じゃなくても安心してください。もうベストを尽くすためには、なんか何かしらのオリジナルの方がいいよってだけで、それでも自分の顔はさらけ出したくないっていう人もいっぱいおるし、まあこういうネット社会で危ないけんね。危険やったりとかもう危険も伴っとったりするけんね。えけん、せんでもいいっちゃけど、ベストを尽くすならってだけやけん。でも俺この方は俺わかるけんね。このアイコンを見るだけで。認知されたいから好きになるじゃないよ。大好きで応援したから認知された。だから。いや、ほんとね、そう、いや、そっちの方が多分覚えやすいっちゃろうね。と思う。まさに次のコメントがそれを表すような感じで。認知してくださいって言うとプレッシャーかけちゃうかなって思っちゃうから言ったことない。いや、ほんとね、それね、
ズバリなんですよ実は。人と喋るときにプレッシャーってあんまり かけたくなくないですか。どうですか。なんか好きな人とかとなんか喋るときとかってなんかその人その相手にプレッシャーかけちゃうとなんか悪いイメージになっちゃうのかなって思ったりとかで、プレッシャーかけた側もなんかシンプルにね、なんかナチュラルに喋りたくてもなんかプレッシャーかけたことにこうやってなんか思ってもないことを言ってしまったりとかなんか考えて喋っちゃうとかってなっちゃうとこうすんなり言葉が入ってこなかったりするって。いやまさにそれがあると思うじゃん。でもねこれどうとかやなね、なんか人にもよるかもしれんちゃけど俺結構天の弱と思った多いんかな、こういう人間は。なんかこう覚えてください覚えてください覚えてくださいって言ったら覚えるけどそこまで言わねえってなると思った。わかるわかるかいな。圧力をかけられるとさ、ちょっとあの人間ってやっぱりこうやってそれに反発する力っていうのがなんか無意識に動くと思った。えけんそれがもしかしたら動いとうのかもしれん。だからナチュラルに喋った方がやって楽しいじゃない、ハッピーじゃない認知してくださいって言って認知してもらうよりイベントとか行きまくってラベニーの方からこの間も来てくれたよねって言ってもらえる方が嬉しい。いやあのねそうするようにしてます。まあ俺以外の人もそういう風にしようとしとっちゃないかいなって思うちゃけど、どうとかはね、まあ一そのこっちサイドの人間として言えることはいやそうするようにはしてるって感じかな。うん、5年ほど前から動画を拝見してますが、コメントもここ最近少し送る程度で陰ながら応援してるタイプです。これからも楽しみにしてます。いやあのねぶっちゃけねもう十分です、これそれで十分なんですよ。なんか今回いや昨日も出して今日も出してって納豆券おー宝べーって納豆かもしれんけど、あとプラスでねこれ言っときたいなと思うんですけど、ぶっちゃけ俺も別にその一番じゃなくていいですよ。皆様の一番じゃなくて全然いいです。な俺がやりたいことはもうみんなのなんかまあ生活っていう一部にちょっとでも慣れたら俺はそれで本当に十分じゃん。例えばさもう少しで夏やん、でもう夏になったらちょっと海に行くっていう、その海に行った時に流す曲とかキャンプ行った時に流す曲とかなんか学校でなんか流す曲とか思い出のなんか映像みたいなの作った時に俺の曲を流してくれたりとかっていうなんかの一部でいいとって、いっぱいいろいろな選択肢がある中の一つで十分じゃん俺は。やし今やっとる動画もね、これも動画もなんかこうやってね俺の動画を通してなんか知ってくれたりとか、なんか物事をね俺を知ってくれたりっていうか何かの物事を知ってくれたりとか、なんかの勉強になったりとか、こういう考え方もあるったいとか、なんかあこんな変なやつもおるったいぐらいでも十分、本当に十分じゃん。もう見てくれるだけで本当にいいとって。はい。というわけでございまして、以上でございます。本日も動画を見てくださいまして、誠にありがとうございました。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録、そしてコメントをよろしくお願いします。それでは、また皆様のお帰りをお待ちしてます。グッバイ、さよなら、ザイジェン、アディオス、バイバーイ。